東海道ゴミ拾い駅伝の立正大学チームの木村桃子さんを今スタジオから送りました。アシスタント桃子さんがね、今案内をしているところです。もう様々なところから集まってチームを作って、そしてみんなね走っています。あ、桃ちゃんに今見えるかな、手を振っています。このね、1号をみんなね箱根まで、今日は途中まで行き、そこで一泊します。平塚中継所で一泊、そしてまた明日の朝8時にスタートして箱根のゴールを目指していくというものです。さあ、この戸塚地元で行われているイベントをね、私たち FM 戸塚応援していきたいと思っています。それと同時に東北のことを忘れない、そんな思いでこのラジオの絆のコーナー、東北の絆をお届けしています。ここからのコーナー、税理士法人山重会計事務所の提供でお届けしていきます。さあ、今日の東北の絆は3月11日の前に、それぞれの方たちがそれぞれのチャリティーイベントを催している、その3月11日のイベントのテーマ、それぞれの主催者の思いが込められたテーマ、これを今日はいくつか拾ってみます。届けよう東海から元気を。そして神戸の方たちは、神戸から支援の心を被災地へ、命は宝という副題がついています。仙台の皆さんのイベントのテーマは、仙台でつながるジャパンプロジェクト。福島の皆さんは、忘れない東日本大震災から2年。さまざまなね、主催のグループが3月11日を前にいろいろな展開をしています。我が戸塚でも、踊り場地区センターの東日本大震災チャリティーコンサートが3月9日土曜日に行われます。そしてこのタイトルが 3.11 を覚えてというタイトルなんです。3.11 を覚えて、踊り場地区センターの方に解説をねしていただきました。思いを馳せてとどめていてという、そんな思いで 3.11 を覚えて、記憶の奥です。その漢字を使って 3.11 を覚えてというタイトルをつけたそうです。タイトルはとっても大切だなっていつも思うんです。そしてそのタイトルを何度もコールしながら、主催者の皆さんの熱い思いが伝わっていく、そこにみんなの思いがこう集まった集合体が、私はタイトルだと、そして一枚のチラシだと思います。みんなで十分に話し合いながら決めたタイトルだからこそ、熱く熱く語ることができるんだろうなというふうにも考えています。さあ、踊り場地区センターのこのイベント、もう少しお届けしていきます。朗読と音楽の贈り物、 3.11 を覚えて、3月9日土曜日2時から4時まで、会場は1時30分、参加費は300円で、もうすでにチケット販売が開始されています。踊り場地区センターの体育室で行われます。先日もね、このイベントにご出演なさる上野さんがスタジオを訪ねてくださいました。健老会というグループが朗読をします。実はこの健老会、どうしてこのようなお名前になったのかなって思ってね、その詳しいチラシを見せていただきましたら、踊り場地区センター主催による王ヘンリーの賢者の贈り物を読む会
というのが開催され、そこに集まったメンバーがその会の終了後も朗読のサークルやっていきたいということで、賢者の贈り物の賢と朗読の朗を取って賢朗会として創立したというふうに書かれてあります。その賢朗会のメンバーがこの3月9日の 3.11 を覚えてのこのイベントの中でも朗読をします。金子みすず、こだまでしょうか。その他にもいくつかの作品をご紹介してくださるそうです。ペットボトルに願いを、雨にも負けず、そしてね、その他に小学生が津波という、遠くの方たちが綴った小学生の被災体験作文集、この津波の中からいくつかを代読するという試みです。その他にも演奏会が行われます。アメージンググレース、斉太郎節など、ピアノとサックスの演奏会、ピアノは中村真希さん、2006年より杉田劇場館長を務めた方です。今は横浜みなとみらいホールの総支配人として勤務なさっているということです。3歳から始めたピアノ、そしてサックスは渡辺淳一さん、磯子区出身であり、大学卒業後フランスパリへ留学なさった渡辺さん、杉田劇場スタッフとして活動していらっしゃいます。このお二人が踊り場地区センター体育館で演奏会を行います。その他にもみんなで歌おう、上を向いて歩こうや、ふるさとなど集まった皆さんと歌います。このようなイベントが3月9日土曜日、踊り場地区センターで行われます。まだチケット販売大丈夫ということですのでね、ぜひお問い合わせください。電話番号は045-866-0100、 866-0100、 踊り場地区センターです。被災地の子どもの作文、詩の朗読、そして民謡など、同じ場所に集う私たちから温かい心を送りましょう。参加型のコンサートですとチラシには書かれてあります。3月11日を前に、さまざまなところで行われようとしているイベントのことを今日はいくつかお届けしました。鎌倉では、鎌倉市観光案内所の主催により、6月14日には鶴岡八幡宮で東日本大震災復興支援着物ショーも行われるということです。さあ、そしてもう一つ、3月9日踊り場地区センターでのイベントと同じ日、16時から横浜創造都市センター1階ホールで3月革命という演劇が行われます。東日本大震災で被災した作家が自らの体験をもとに書き下ろした舞台、ここに登場。どうして彼女は被災地に戻ったのか、3月革命、実はこのイベントも神奈川イレブンという飲食業界の皆様が東北復興のために横浜公園や神奈川通りで行われた、そのイベントがきっかけとなって生まれたものだということです。主催は劇団仙台ローズ、そして公演が神奈川イレブン、他の皆さんです。3月9日横浜創造都市センター1階ホールで行われます、この3月革命もぜひ足を運んでみてください。前売り券は2000円です。10日の日曜日にも12時と15時の公演ですから、9日の16時と合わせて3回公演行われます。ある日突然、コンビニ店員の三島のり子を襲った大震災、かろうじて助かったのり子は瓦礫の中で革命を起こす、それは彼女が生きた証なのだ、
被災者のリアルな視点から大震災の様子を描いた究極の物語を、全世界のメッセージを今ここに横浜から発信したいというね、神奈川イレブンの皆さんと出会ったからこその実はメッセージだったわけです。今日の東北の絆、3月11日のさまざまな取り組みを前に、そのテーマから拾ってみました。今日の東北の絆、いかがだったでしょうか。ぜひ皆様の地域で行われる3月11日へ向けてのイベントもお知らせください。このコーナーは税理士法人山重会計事務所の提供でお届けしました。東北の絆のコーナーでした。